ではね、コラボシンガーたちシリーズ、今回ラストになります。 M-Flow 紹介していきます。お願いします。 M-Flow はね、やっぱり安室ちゃんに次いで長い、もうずっと聴き続けてるアーティストの一組ですね。まあずっとって言ったらちょっとあれかもしれない、間々抜けてるのもあるかもしれないけれども、まあまあ意識してチェックしてきたアーティストの一人ではあります。でね、 M-Flow は明確にこれで知ったっていうのはちょっと僕覚えてないんですけども、そうですね、小室さんの音楽から入って、なんか自然と ABEX のアーティストをこう知る機会が多くなったというか、ね、意識をそこに向けてたので、まあ自然とこう知った感じかな。でまあね、 R&B が注目されていた時代だったので、まあ自然とその流れで知ったっていうのはあるかなと思います。でね、やっぱり M-Flow って当時からもう音を聞くだけでとにかくかっこいいしかなくって、まあリサもね、ボーカルのリサも日本人じゃないバイブスを持ってるので、なんか引き込まれる部分もあったりとか、でバーバルさんのラップもジブラさんとかね、いろんな日本のラッパーの人はいますけれども、それとは違ったラップで絶対真似できないというかね、バーバルスタイルのラップがすごいかっこいいなと思って聞いてました。でね、そうですね、スペイシーな音っていうのを意識されてたと思うんですけども、アルバムのプラネットシャイニングとかは僕は本当に衝撃的だったし、かっこよすぎたし、とにかく聴きまくってました。もうクロノサイコロジーとかってあのリズムやばいなと思って、こう気持ちよすぎて何回もリピートしてた記憶はあります。 B ソロングとかもかっこいいですし、やっぱりね、この M4 の、 この初期のアルバムって本当にかっこよすぎて、今聴いてもなんか新鮮というか、今でも聴いても古くないというか、そういう感覚はありますよね。でライブもね、M-Flow 単体ではその当時10代20代の頃は行ってないけども、対バンのライブで結構 M-Flow が出ているライブをめがけて行ってたなと思います。ああいうライブハウスとかとスタンディングだし、本当にぎゅうぎゅうになるんですよね。で一番前の方でほんまにノリノリで M-Flow のリサさんとこう目が合って指を差し合ってみたいな、そういうやり取りをしたのはすごい記憶にあるの、本当に楽しかったです。記憶があります、すごい楽しかったです。 M-Flow のライブは、でね、 M-Flow はまあずっと、まあ初期の頃はずっと聴き続けるんですけども、途中でリサ、 M-Flow のボーカルのリサが M-Flow から脱退するんですけど、なんでしょうね、この若かりし僕からすると、自分の好きな大好きなアーティストがからボーカルが抜けるって、もう非常にショックすぎて、どういうことと思って、なんか理解ができなかったというか、若い頃は何も知らないので、とりあえず何があったのっていう感じで、本当にショックを受けた、大ショックを受けた記憶があります。でその後ちなみにリサはソロデビューもしてるから、どういうことと思って中嫌いやったんとか、いろんななんか妄想が膨らんで、すごいショックやったなという記憶がありますね。はい。でもやっぱり M-Flow は僕3人とも好きなので、まあたくさんのリミックス聞いたり、バーバルさんのラップ、まあ M-Flow としてのラップ聞いたりとか、あとリサも脱退後はちゃんとソロもちゃんとチェックしたりはしていたんですけども、若かりしピュアな僕には本当に衝撃的な出来事だったなと思います。でそっから、M-Flow はラブズの新しい領域に入っていくんですけども、でね、当時フューチャリングっていう言葉って多分 R&B 界隈から普及していった感覚があるんですね。アメリカから入ってきて、で日本で R&B 界隈の人からフューチャリングっていう言葉が少しずつ流行っていったと思うんですけど、小室さん時代は WithT とか WithT 小室とか With っていうのが普通 でフューチャリングがどんどん流行ってきて、で M-Flow で Loves
毎回毎回違うアーティストを迎えてやるって結構大変、まあ面白いかもしれないけれどもね、結構大変な作業だと思うんですけど、まあ、新しいビジネススタイルというかを定着させてくれたなと思いますね。 M プロがこのラブドというかコラボレーションするのが当たり前になってきたのはもうこの M フローの功績なんじゃないかなと僕は思ってます。それまでねこうコラボするのが一般的ではなかったけれども、今ってどんなアーティストでもコラボするし、まあ安室ちゃんとかもねいっぱいコラボしてたし、いろんなアーティストが結構いろんなところでコラボレーションしているので、M フローの音楽業界への功績っていうのはすごい大きいものなんじゃないかなとは思ってます。で M フローのラブズですね、実はというか僕ね第1弾アーティストのクリスタル K をもう当ててたんですよ。M フローがラブズやります、第1弾アーティスト誰でしょうってなった時に僕はもうすぐにクリスタル K って出てきてたんですよね。クリスタル K しかいないやろと。で第1弾アーティストでクリスタル K と出てきた時にホラミーって思ったのを記憶があります。バッチシやなと、僕のセンスバッチシやなってなんか調子乗ってたじゃないけど、そうですね当てました、クリスタル K を当てました。はい、クリスタル K しかいなかった僕からしたら、あの時なんか M フローとこういい感じに融合できるのクリスタル K じゃないかなっていうのは思ってました。はい、でそっからねいろんなアーティストの人と関わっていくわけですけれども、まあそのね第1弾のクリスタル K の時は僕めっちゃ盛り上がったんですけども、やっぱりね徐々に結構ね知らん人らをフューチャーする感じだったので、まあケミストリーとかダブルとかね、僕の好きなアーティストもちょいちょいやってましたけど、結構 R&B じゃない人とかもやったりとか、まあそれが M フローのいいとこだとあると思うんですけども、あんまり僕が知らない人とコラボするとあんまりこうテンション上がらないので、なんかラブズぐらいからはそんながっつりはチェックはし、まあ一応ねアルバムとかベストとかはチェックしてましたけれども、そんなガンガン聞くわけではなかったです。はい、それでね、ラブズの最終プロジェクト、コズミカラーかな。コズミカラーの時に、アムロちゃんのラボトミーが完成してくるわけですね。で、アムロちゃんはね、ソングネーションの時からバーバルさんと組んで、そっからずっとバーバルさんと定期的にいろんなところで絡む、スイートシークでもそうですし、まあスタイルとかでもそうですし、でね2010年代入ってもバーバルさんとはずっと定期的にお仕事を続けてたわけですけども、やっぱり安室ちゃんの意思でこの人って決めた最初の人がバーバルさんだと思います。はい、なのでねこの M フローラブズの安室奈美恵のこのラボトミーの力の入れようというか、盛り上がり方がねやっぱり半端ないんですよね。ラブズのライブ模様で多分 YouTube とか調べたら出てくると思うんですけれどもね、もうめっちゃ盛り上がるんですよね、ラボトミーが本当に。なんていうのかな、もう YouTube でちょっと流れただけでも自分の心がもうライブ会場に入っていく感じになって、一緒に盛り上がってしまう感じになるので、ラボトミーはもうグッジョブですね。本当にベストフィクションツアーの時にもやってくれたし、あれはすごい嬉しかったなと思いますよね。でラブズ終わった以降もやっぱりバーバルさんとタクさんの動向っていうのは僕はちょいちょいずっとチェックはしていて、でね2010年代以降はまた M フローとして再始動するわけですけど もうこの頃には時代がダンスミュージックの時代に突入していた EDM であったりとか、ダンスミュージックの時代が盛り上がっていたというか入っていたので、やっぱりこのボーカルがいなくってもタクさんとバーバルさんだけでも満足できるというか、もうそういう音が僕も好きになっていたので、2人のライブ
ていうのは僕はすごい楽しませてもらったなと思います。でね、しばらくして2017年からM フローのリサが復帰して M フロー3人で再結成となるわけですけれども、でね、再結成して再結成してもラブズがまたやったりとか、3人プラスラブズで他のメンバー入れたりとか、なんかね、新しいことをどん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 してくれていて、なんかバーバルさんは常になんか新しいことで、今はどっちかというと LDH の方で動いてるのかな、M フロー、タクさんはちょっと違うかもしれないけど、バーバルさんなんか LDH 側で動いてる気がしてて、なんとなくプロデュース業とか、あとアパレルの方かな、メインでしてるのかな多分。でね、 M フローが来年2024年が25周年の年なので、バーバルさんが25周年何かしようかなってつぶやいてたので、多分全員集合、ラブズ全員集合ライブがなんか面白いことをやってくれるんじゃないかな。なんか東京ドームとかね、一日貸し切ってもういろんなアーティストバン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 出てきたりとか、なんか面白いことやってほしいなと思ってます。期待してます、とりあえず。はい、そんな感じで、やっぱりね、 M フローはもう本当に若い頃から、10代の頃からずっと聴き続けていて、ずっとつながっているアーティストではあるので、今後ももちろん注目していきたいですし、新たなことをやってくれるのを期待してます。でね、M フロー名義としては、安室ちゃんが関わったのはラボトミーだけですけども、ね、コラボの中でナンバーワン盛り上がり曲何やってなったら、やっぱりラボトミーが僕出てくるんじゃないかなと思いますね。それぐらいライブ会場では盛り上がるし、でラボトミーはなんかクラブとかよりもでっかい会場、なんかアリーナクラスの会場でも爆上がりできるので、今後もこのラボトミーはいろんなところでかけてほしいなと思ってます。はい、で M フローの来年25周年ライブ楽しみに待ってます。